はい、こんにちは、ずんぞうです。今回ですね、この子使ってこう、アルトラ、心優しい子アルトラ使ってこう。で、この子のイラストめちゃくちゃ可愛い。めっちゃ可愛い、変な意味じゃなくてめっちゃ可愛いね。で、4色持ってますし、まあ結構サポート寄りかなっていう感じもする。で、聴覚性もこんな感じで、2ターンで打てるリーダー攻撃 1.5倍、まあこれもサポート寄りかなって思っちゃう。で、この6号をから進化させるんだよね。で、アルトラ、このアルトラから進化するっていう、まあストーリー見た方はまあ分かるかなっていうあれですね。で、今日はこの子を使ってちょっと遊んでいこうかな。ちょっとね、すごいボツになってるもう2、3時間この子使ってるんだけど全部ボツになってるので今日はちょっとすみません、すみません、マジですみません、そうね、裏闘技場久しぶりに行こうかな。久しぶりになんかこのパーティーを見たい。普通にパーティー、この極限で天球、うわ久しぶりに見るな天球。パーティーこんな感じですね。パーティーが継承こんな感じ。ちょっと適当にこう流していきます。で、これこのパーティーでさ、チャレジューやってたんだよね。チャレジューをやってたんだけど全然勝てない全然勝てへんねんけど、やっていこう。で、ティラノス、そうね、これ珍しいね、なかなか結構強いんだ。よし、よろしく。お、いいね、メカマルト GT 珍しいな珍しいな。よろしく。1800 OK で、そうね、この人はなんだ、多色か。お、珍しいね、珍しい多色、カンナが入ってるすごい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 。で、そうね、これで倒せるかな、倒せます。お、いいね、よく頑張りました。で、俺ですね、俺色が欠損してないかな、欠損してません。うん、 OK。 いや、申し訳ないね、本当に。結構ゲーム実況者あるあるなんですけど、ゲーム実況者あるあるっていうか、パズドラ実況者あるあるだと思うんだけど、なんかさ、そのめちゃくちゃ勝てない時に、俺だけかも分かんないけど全然勝てなくて、なんか必死こいてすごい熱中しちゃうっていうか、もう没頭しちゃって、もう時間費やしちゃうみたいな、それでボツみたいなあるんだよね。熱血魔人フレンド勝ち OK で、そうね、これはまあ、あれあれ、変身しないんだ、変身しないんだ、 なんでだ、なんか理由あるのか。で、そうだな、まあちょっと喋るか今日は雑談動画にしようかな。で、今日ですね、今日というか、もう本当に俺最近ね、めちゃくちゃハマってる、まあ、芸能人ハマってるっていうか、まあすごいすごいハマってる YouTube チャンネルがありまして、木島明日香さんっていう女優さん、モデルさんか、木島明日香さんっていう女優さん、モデルさんがいるんですけど、その方をね、ずっともう見てますちょっと気持ち悪いかもしれないね。それがね、もう本当に、それこそなんか、その木島明日香さんはパズドラの番組、パズドラの番組とかを結構出演されてる、なんかレギュラーで出演されてるのかな、らしいんだけど、いやすごいね、何、可愛いねちょ、気持ち悪い。すごいね、見てる、最近めっちゃ見てるんだよね。で、そうだな、まあ、あとはまあそれぐらい、オチが弱いオチがクソ弱いけど、いや本当にその子ね、すごいゲーム実況が好きっていうか、ゲームが好きなんだよね。ゲームが好きで、結構ゲーム部屋とかガチ環境らしくて、で見たんだけど、その YouTube ガチでマジで部屋作ってていやマジかと思って、で俺なんかもうなんかソファーでなんかこんにちはでもって、なんか真似事みたいなことしてるだけなんだけどちょっと恥ずかしくなって、それで、でノアか、そうだな、ノアは1800か言ってくれかな、1800、なんだ2700からちょっとだいぶ下がったけど大丈夫、
これ3色しかねえんじゃない？ 4 色ある？ 4 色ある？ 4 色あるな、あるわで、倒せる？いけるかな？いやちょっと硬いね、正直硬いと思うこの子は。で、いきます。そうだな、まあこんな感じでどうすか。いや本当はさ、本当はね、神秘の次元とかさ、そういう系のなんか高難易度ダンジョンとか行きたかったんだけど、ちょっと時間なくて、今日ちょっと時間なくてで、この子はウルトラマンは、これなんだ、あ、強いあ、そうだ、ウルトラマンってさ、あれじゃない、確かなんだっけ、デイトナのなんか結構強サブ的な感じであったよね、なんかで倒しまして、さあちょっと今んところ何も面白いこと言っていない今んところ何にも面白いこと言ってないわ。でやっぱりね、ちょっと最近俺実況を見直したっていうか、実況をその見直してるんだけど、自分の動画とか見返したりしてるんだけど、まあ、ちょっとなんだろうね、まあ需要がね、そういう俺の動画の需要がやっぱり被災の表情、今だとなんか被災の表情とかを結構高速周回できるパーティーとか大丈夫だ。でそういうなんか被災の表情とか、なんだろう、そういうところ、あとごく降臨なし、最近で言うとごく降臨なしとかさ、なんかそういうなんて言うんだろうな、ゲリラダンジョンか、ゲリラダンジョン的なものを結構周回編成組めたらそれバンって出すんだけど、いやそういうのがやっぱ需要あるな、やっぱりそういうのが需要あって、まあ、実際ね、まあ、俺も作ってて、そういうパーティーを作ったりするのって結構楽しくてやるんだけど、なんかね難しい、やっぱり普通に編成が難しい。で結構このパーティー行けるとこのキャラとか使えそうやなとか思ったりして使ってみたりとかしてるし、結構試運転はしてる、なかなか試運転みたいなことはしてるから。で武見和地、武見中田で、1800行ってくれる？あ、そっか、さっき毒食らったん、これがあったんか、毒、そっか。でそうね、まああとはね、まあ結構ね、俺なんだ、パズドラでもさ、結構こういうネタっていうか、普通に実況してるやつ、ためになるとか、この編成がためになって参考になったとじゃなくて、普通になんかダラダラ喋ってる、なんか実況とかもね、ちょっと織り交ぜていきたい、そういう実況とかも、まあ、皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思って、なんか織り交ぜてんだけど、どうかなちょっと楽しんでくれてるか分かんないけど。で属性吸収か、そうだな、このあ、これあるね、ちょっとおちゃこちゃんめちゃかんだ、おちゃこちゃんを打って、光ないか、これ打って、これでいけるんじゃないか、これで。そうだな、まあちょっと組んで、やばすぎるパズルが、 OK、 まあこれでさすがにいけるよね。何してんの俺はこの子のスキル使ってねえじゃん、バカ。ちょっと無限回路で試していいひどいな。そうね、これでまあこの子はこれ倒してくれるでしょ。でちょっとごめんなさい、さっきのアルトラのあれですね、スキルはちょっと無限回路で試そうか。 OK、 無限回路来たんですけど、これ使える状態にしますね、アルトラを使える状態にしてるんだけど、打ってみようか。ちょっとあれしようか、比較しよう、これ打たない時、アルトラ打たない時にどれぐらいイデアルは火力出してくれるのかっていうところを見ていこう。こんな感じで適当にパズルして、これでまあ火力まあ3億ぐらい出てまして、で単純計算でアルトラまあ 1.5 なんで、打つとちょっとまあ火の量が違う火の量全然違うけど、
そうね、これでた火力がまあ2億結構出てますっていう感じです、まあ、使ったんだけど、なんか本当につまんない実況でごめんねって感じ今日はね本当にめちゃくちゃ挑戦してたね。めっちゃさ、あの神秘っていうか、まあいろんな高難易度ダンジョンをめっちゃ試してて挑戦してたんだけど、あの全然勝てなくて、まあちょっと今日中に出したいなと思ってるんだよね。まあ旬があるから、普通にこの子の旬があるから普通に出したいなと思ってるんで、今日出すかもしんない。でやっぱりね難しい、あのチャレ中とかやってたんだけど難しかったわ。まあまた今度やろうかな、また今度なんか機会があればやろうかなと思うわ。よし、もしよければチャンネル登録500よろしくじゃでいい。